はあの金メダルの試合見たので面白かったですはいやっぱあのその決勝戦とかになるとレベルが上がるのとあとあの予選と決勝戦ってやっぱ違うんですよねあのまあ予選とかそのなんか準々決勝とかあの準決勝ぐらいだとあの次の試合もあるので割と結構あのみんな守りに行きがちなんですよなのであの僕が見た試合の 半分ぐらいは、あの、まあ、あの、積極的に戦いに行かないっていうことで、あの、教育的指導を両者受けまくるっていう感じで、あの、やっぱ、その引いた試合をするんですよ。ところが、決勝戦とか、3位決勝戦、あ位決定戦とか、もう次がないぞっていう時になると、めちゃくちゃアグレッシブになるんですよ。 なのでその決勝戦とあの三位決定戦だけはめちゃくちゃ面白いです。<laughs> あのあそんなアグレッシブにやるのっていうあの基本的にはそのそれ以外の試合はあんまり怪我しないようにとか変なポイント取れないようにってので結構引いた試合なんですよ。なのであのそこら辺のそのアグレッシブさが変わるのがちょっと面白いなと思いました。はい。あの不動産地面の滝島さんと一緒に見ましてました。はい。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから。 クリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわでしたバイバイ